伊沢、またお前に面会だ。伊豆さん。圭吾、すまん遅くなって。子供たちの顔見た途端わけが分かんなくなっちまって、電話もらったのも気づかなかった。俺の方こそすいません、一人で勝手に突っ走っちゃって。お前がそこまで思っててくれたなんて。俺のせいでお前こんな目に遭わせて。